はい、前回の動画では途中でクラッシュしてしまったんですが、作り直しました。でデータセット QPZ というので保存しましたんで、これを開いてどんな感じになったか成果品見てもらいましょう。今の QPZ をダブルクリックするとこんな感じで、データセットが開きます。でこれ左側見てもらうと、今標準地図だけで、これにおすすめはですね、米軍の撮影した45年から50年のやつ、これが東京、名古屋、大阪、岡山、広島、大都市だけなんですけども、整備されています。で例えば、CS 立体図が整備された兵庫県ですね。兵庫県の一部はこの終戦後の米軍の撮影の範囲に含まれているので、これを拡大していくと、例えばここにマヤ山っていう山があって、これ神戸ですね、この辺ね。ポートアイランドは全然ないですが、今はね、まだこの終戦直後。この辺に山林がいくつか映ってるんで、この辺の森林地帯はこれで、よく、あ、もうすでにここに砂防ダム入ってますね。戦後直後なのに。すごいですね。でもこの米軍のやつはズームレベルが、2から17なの で今のレベルがこれが17、この左下に小さくこれ17って出てるんですが、ズームレベル17で、これがあのフルレゾリューションというか、でこれより拡大してももやっとしていくだけで、これがフルレゾリューションのレベル17です。でレベルを常にここに表示しておくと、拡大して意味があるかどうかっていうのが分かります。でここを例えば、植林広葉樹を切ってこれから杉を植えるところなのかどうなのか分かりませんが、こういうところの境目が、所有会と重なっている可能性があると、こういうところですね。ここは何してるんですかね。これは田んぼですかね。田んぼの跡かな。という感じで、あ、これ、園庭いっぱい入ってますね。戦後すぐなのにこんなに園庭が入ってるって、戦前からやってたってことですかね。ちょっと私、詳しくないんですが、この辺の。六甲砂防でもないのかな。ちょっと私、あんまり、でも、東灘区なので、この六甲山系ですよね。六甲砂防か。ここに伊丹空港だと思うんですけどね。空港はもう戦後にしてるの。これは教会メガ化と何の関係もないです。という感じで大都市周辺は、火口層があって、まあ、日本海側全然なくて、新潟市にちょっとと仙台市にちょっととか、あんまりこれ森林のあれには役に立つ場所は他にはないかもしれません。で、これ一辺。全部ね、オンにすると、なんかね、サーバーのアクセスかなんかでね、落ちるんで、やめときます。あとはね、この74年から78年で結構ね、これは、その昔、林野庁と国土地理院で撮影範囲の分担協定っていうのを結んで、国土地理院は平地、林野庁は民有林、国有林、民有林を含めて山地を撮影するという縄張りを決めあったんですが、それを無視してというか、国土地理院さんはよくいい仕事してくれたと思うんですが、これカラーで全域、要は林野庁の撮影範囲も含めてカラーでほぼ全国こうやって網羅してくれたんですよね。これはね、昭和50年前後ですよね。75年が昭和50年ですからね。これはいい。ただ、拡大していくとね、継ぎ目とか、この色味が違う、元の写真の撮影日が違って、こう、継ぎ目が見えたり、継ぎ目で若干ずれてたりとかいうことも、なきにしもあらずなんですが、これがレベル16ですね。この74年の、から78年がレベル10から17なので、今レベルこれ左16なので、もう一個、拡大して17、これがフルレゾリューションですね。でこんな感じで一応、
崩壊地なのかどうなのかとか、まあそういうのも分かりますし、まあこれあんまり山奥なんで、ね、あれなんですけども、まああの境界明確化の資料としては使います。でこれちゃんと国土地銀から、私の方は富山県の職員なので、すでに、元のスキャン画像からもっと精細なレベル18以上のやつを作ってますんで、まあこれは必要ないんですけども、まあ、他の県の方はこういうものを使えば、でこういうオレンジ色のなんかネットワークリクエストがタイムアウトエラーしましたとかいうのが出ますけども、まあこの74から78は全国ほぼ網羅しているので、これは絶対使うことをお勧めしますね。でこれをまた消して、次は、どれだろう、ああこれこれ、61年から69年この白黒のやつ、これも結構、これはちゃんとその地議員の撮影分担から越権行為で、あの山地を飛ばないように林野庁の撮影範囲を残したまま地議員の範囲を飛んだんですけども、富山県はだから里山っていうか、あの奥地じゃない方ですね、平野寄りのところはこの61から69年ですね、の写真が白黒ですが、整備されています。でこれも、例えば兵庫県でもある程度カバーされているので、京丹波と上川とかいうのの間のなんかこの辺、こういうところは、昭和でいうと36年、ですね。私が昭和34年生まれの1959年生まれなので、私が生まれたちょっとあと63年前、60年以上前かの様子がこうやって分かりますので、これも参考になるかと思います。だから言ったように、まあ戦後すぐのやつは都会しかないので、まあだから使えるのはこの60から69年と74年から78年、この辺がほぼ全国を網羅しているので、この2つのデータセットは絶対、QPZ として保存しておくと、便利だと思います。ということで、やり方は前の動画で教えましたし、ただどうしてもこの QPZ 自力で作れないという人で、 QPZ だけくださいっていう人がおられましたら、私にコンタクトを取ってもらえれば、QPZ ファイル、これはバイナリーファイルなんですが、直接、お渡ししてもいいです。でついでに、ああ変更破棄したらダメだ、まあいいや、この QPZ ファイルを右クリックして、メモ帳で開くとこんな感じですね。バイナリーファイルなんで文字化けでぐちゃぐちゃですけども、これにそのチリのサーバーの URL とか地図のレイヤーの名前とかが格納されてるはずなんで、というのが QPZ ファイルです。プロパティ6KB、8KB、ちっちゃいですね。ということです。